皆さんこんにちは、高一です。高一です。今日は長野から、今日の朝まで長野キャンプ、長野ベースにいたんだけど、そのまま朝直行で新小岩にあるフィリピンエキスポニッピーミュージックフェスティバルっていうところに、新小岩で行きました。こんな感じです。あ、向こうにもあるじゃん。あっちがあれじゃん、赤羽物産じゃん。キッチンマニー。こっちは今イベントやってるって。こっちに、あ、何、飯食うところがあります。あんま人いないね。まあ多分来週が本番で、フィリピンフェスティバル代々木公園であるんで、まあここはなんか今日はなんかミュージックのやつみたいだから、こっち回ろう、ぐるっと。ここが、ここなんだっけ、これ赤羽物産だよな。ハロ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 、うまいかどうかわかんないけど、なぜか宇都宮富士宮焼きそば並んでません。富士宮焼きそば、王様のタレザンギ、イカ焼き、バナナチョコ。あ、ここは何、メイキスですね。よくわかんない。ジャガバター、フルーツタメ、この辺はなんかあれだな、普通のあれだ。お、これが今向こうで、なんだっけ、あれやってる、あ、イベントか。なんか AKB48 みたいな。ここはテキーラあります。ここは何、ストリートフード。あれじゃん、よく食ったわ。ここはよりみ、ここは福岡ハンドン、食べ放題。あ、食べ放題ね。あ、やば、本当に食べ放題。あれがあるやん、これほら、ニワトリマシン。フライドチキン、フランクフルト、あ、これが一番うまいよ。あれバナナじゃん。ここどこ？ここどこ？ここは何も書いてない。あ、これがキッチンマニラね。っていう感じ。まあ、食べ物のなんかブースですね。撮らないよ。
え、俺写真撮ってどうすんだよ。まあ世代だけどね。世代だけど。これ手作りなんで。あ、そうなんですか。全部ハンドメイク。すごい。突発だけやな。ただいまの時間4時ですね。今日はなんか18時からアンドリュー・イーがコンサートするみたいなんだけど、7時から日本ワールドカップね、日本コスタリカ戦があるんで、これでもう帰ろうかなっていう感じですね。来週はまた代々木公園でフィリピンフェスティバルがあるんで、
そこにまた行きたいなと思います。ではまた、バイバーイ。Chico, Iván, Nandirito, ang ingay! Chico!